まず鉢に水をかけます。木を縛っている紐をハサミで切ります。植え付ける場所に穴を掘ります。掘り上げた土を穴の縁に盛り、土手を作ります。穴と水鉢が完成しました。穴の中に木を入れます。この時、大体の向きも決めます。土手を崩さないようにたくさん土をかぶせます。水鉢にたっぷりと水を注ぎます。水がいっぱいになったら大きく木を揺らし、穴の中の空気を抜きます。水が引いて木が固定される前に残りの紐を切り、角度などを調整します。水が乾いたら土をかぶせ踏み固めます。